せーの、おかえり、ただいま祭り地です。よろしくお願いします。りゅうくんに会いに行きます。はい、今日の動画はですね、マレーシアにいるりゅうにサプライズで会いに行くという動画です。ママとパパどんな動画を撮ってきてくれたのか、最後までぜひご覧ください。ということでですね、なんとりゅうくんが、マレーシアの大学に行って日本を離れて約1ヶ月が経ちました。早いの。ね、あっという間や。ね、ということで私は今回ねちょっと行けないんですけれども、ママとパパがりゅうくんにサプライズで会いに行きまーす。大丈夫だよ。あのね、何日に行くかとかも言ってないやろ。だから会いに行く自体言ってないやろ。おらんかったりして。ありえる。ちょっとインドネシアに旅行行ってんだよとかありえるかもしれん。ありえる。いや大丈夫、授業があるから。せやな、せやな、授業あるからな。ということで、もうママとパパ明日から。日本を旅立ってマレーシアに行きます。で、私とエクトルは家でお留守番するので、もうね、こっから私は映りませんので、ママとパパの、YouTube を撮ってくださいね。え、自分カメラマンおらんからね。え、全部自分ら撮ってね。喋りも喋りももちろんやね。だからちょっと不安です。だいぶ不安なんですけれども、マレーシア着いたらリュウに連絡するやん、うん、だからそこでリュウがどんな反応するかとか知りたいから、うん、ビデオ通話なりなんかしてそれも撮っててほしいかもしれん。そう、なるほどね。で、なんかちょっと感動の再会を撮ってもらいたいな。だからあれやな、りゅうくんどんな生活してるんかとか、ね、どこに住んでんのかとかもなんか気になるから撮ってきてほしい。じゃあ、いってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。イエーイ。まつりんち。カズさん、今からどこ行くん？バラの子。何しに行くん？秘密。ここから7時間でマレーシアに着くよ。はい、クアラルンプール到着しました。じゃーん、イエーイ。クアラルンプールのサンウェイピラミッドホテルに到着しました。で、だからちょっとリュウ君電話してみる。電話してみる。電話してみる。オッケー。マレーシアのね。え、いや、なんでかな、なんか分からんけど、なんか知らんけどおるわ。飛行機乗ってきた。飛行機乗ってきた。ほんまに、ちょっと、今から来れる？え、いや、ピラミッドホテルまで来て。ほんまに来てくれる？うん、待ってるわ。サプライズ大成功。来た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 。はい、ハロー。最後、マレーシア人。なんで来たん？ちょっちね。ちょっと会いに来たわ。会いに来ちゃった。あら。
あらちょうど1ヶ月ぶりやな。ちょっと美味しいとこ知ってる？なんか連れてって。よしじゃあ行こう。その前に今日のホテルをご紹介。ようこそエンジェルマスター。外じゃない？外じゃない。中へ。中華料理屋さんが見えます。トイレドアないです。あるあるある。全体的にしないですね。マチュリンチ。ご飯食べに来ました。あハロお腹空いた。うん、緊張してる？緊張してる？今喋ったね。何喋った？うん、こうやったって違う学校やん。ここで友達だったのって聞いたら、嘘。わー、英語喋れるん？喋れるよ。ありとる。え、これはおでんみたいな。え、おでんみたいな感じ。おでんじゃない。何これ。牛丼、なんか牛入ってる。牛丼のタレ、タレだけが醤油ベースのタレに、うん、豆腐、卵、豆腐と大きい鶏。食べてください。めっちゃでかいやろこれ。これで500円ぐらい。何倍やった？600円ぐらい。500円ぐらい。いただきます。混ざってるよ。え？牛丼が。あー、上に乗ってる。そして撮った動画がこちら。これはですね、ショート動画に載せてるので、皆さんぜひそちらでご覧ください。いいよ。サンウェイラグーンの去年来たところやろ。そう、夜初めてやな。今ホラーナイトやってる。あー、なんかスモーク耐えてるこれ。煙た。サンウェイラグーンに行った時の動画もぜひ見てみてね。何せよそれ。アフタース。今日味を大丈夫。たまにカルキクさん。次の日。色が綺麗。緑がないってやつだ。緑なかったよな。茶色。茶色やな。あれ、龍の学校ちゃう？それでは本日は龍くんはどんな生活をしているのか見ていきたいと思います。ここからアフレコしちゃうぜ。ベイ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 イエイイエーイ。マレーシア人や。簡単に通りなんだ。
今までありえへんかったよね。 Good morning。 あんまり通りなんて今までなかった。リバウンド見てたのか。いらんな、この季節。この季節長すぎた。あれがリュウ君の寮です。でかいな。じゃん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 。わあ。部屋は綺麗にしてるかな。はい、リュウ君の部屋です。結構綺麗にしてるやん。夕方結構綺麗。おー、綺麗や。今回新しく炊飯器買いました。シューズラックも買ってます。シーツも新しいの日本から持ってきて綺麗になりました。はい、そしてリュウ君のね、寮にはこんな滑り台があるんですよね。もう早速パパ滑ってますけれども、これ1回滑ったら2度と滑るからな。そしてね、ファミリーマートも寮の中にありました。はい、そしてですね、ここはどこかと言いますと、まだ寮の中なんですよね。やばいですよね。なんかね、この寮ね、ジムがあったり、あとプールがあったりするらしいんですよ。もう快適すぎるよね。はい、こちらがね、ジムなんですけれども、私が通ってるジムより本格的。びっくりした、ほんまに。で、次のこれが、そう、これプールなんですよね。もう、すごくないですか。行きたい、住みたい、うん。で、ね、これコインランドリーもね、ありましたよ。もう快適やね、ここの寮。これはもう生活に困らんね。はい、リュウ君の大学に到着。みんな勉強してます。で、リュウ君の大学も広。めっちゃ快適やん。はい、そしてね、今晩はちょっと屋台とかがね、いろいろ出ているところにちょっとプラプラと散歩に行ったらしいですね。いやー、ちょっとね、賑やかですよね。なんかわけのわからないジュースが売っていたり、わけのわからんとか言ったかとかね、なんかよくわからん、よくわからんとか言ったか、なんかいろんな食べ物がね、いっぱい売ってましたね。リュウ君が初めてマレーシアで行った散髪屋さんです。ショッピングセンターの下にはアイススケートリングがあります。いやー、マレーシア良すぎるな。はい、そして今晩もね、お友達と一緒にご飯を食べたみたいです。いや、友達多すぎんねん。맛있어요. 맛있어요. 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 맛있어요.ハンバーグ。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 どれが好きですか。ボール。ボール。トロテラス。ラワト。アナク。ドガルド。そしてリュウともお別れの時間が近づいてきました。これ帰るわ。また泣いてるし。
今度はほんまにここで、さよなら。気をつけて、明日朝の話。バイバーイ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 。はい、リュートにやってきました。はい、元気そうでよかったね、うん、友達多い多いな、どこでもやっていけるわ、ここは、ね、心配するのは親だけやね、そうやな、はい、ということで、はい、マレーシア、リュートの訪問の旅、はい、訪問の旅、訪問の旅サプライズで、なんとか行けた ね、はい、じゃあまた次の動画で会いましょうか。硬いね。硬いね、はい。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんか知らんけど。先ほどエンディングしたんやけど。ただいま、なぜか台北に着いちゃいました。飛行機間違えて、台北経由の関西飛行。本当の、エンディングまで。それでは皆さん、またの動画で会いましょう。さよなら。今日からは。はい、はい。